Hello, everyone. 葉山の簡単カタカナ英会話です。今回はワンちゃんについて、犬についてやってみたいと思います。先日ちょっと外出して帰りにとっても可愛い、ワンちゃんに遭遇しました。さて、この犬の犬種は何でしょう？そして飼い主さんはどの方なのか？また犬を連れてる人にちょっと質問するとき の英会話なんかをやってみたいと思います。それではどうぞ。あ、シャドウ、シャドウちゃん、トゥーマン。ワンちゃんを連れてる方に外国人の方に質問するときは、メスかオスかパッと見にはわからないんですね。だから例えば何ヶ月ですかって聞く場合は How old is she or he? 男の子なら he、 女の子なら she って言って She is 2 months とか He is 2 months って言ってくれますよね。ここであ、メスなんだ、オスなんだっていうのがわかります。それから What is his name? とか What is her name? っていうふうに展開していきます。一般的に犬は dog で、日本語でもそうですけど、あら、あのワンちゃんかわいいわねっていうワンちゃん、かわいくするときは doggy って言います。で、子犬は puppy って言います。だからちっちゃい、生まれたて、まだ大きくない、生まれたてだなと思う子犬には puppy って cute puppyっていう風に言ってあげるといいと思います。で、ドギーというのは犬全体を指しますけれども、小型犬にドギーっていう風に使うことが多いかもしれません。How do you say chow 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 in English? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, I take your picture. Oh, so cute. So do you, can you do any trick? Oh, no, not yet. Not yet, not yet. Not yet. Oh, cute. Wow, look like her.